セルゲイ・パーブロビチ・コロリョフは、ソビート連邦の最初期のロケット開発指導者。第一設計局の主任設計者として、世界初の大陸間弾道ミサイルである R-7 を開発した。R-7 は、ペイロードを核弾頭から宇宙船に変えて、宇宙開発にも使用され、1957年に、世界最初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げ、 1961年には、世界初の有人宇宙飛行として、ユーリーガガーリンを宇宙に運んだ。コロリョフは、アメリカのベルナー・フォン・ブラウンと並ぶ、米ソ宇宙開発競争の総壁を成した人物である。コロリョフは当時ロシア帝国領だったジトーミルに、ロシア人の父とウクライナ人の母の間で生まれ、若い頃は、オデッサで、その後は、キエフで学び、 1920年代前半には、キエフの航空研究会に所属して、グライダーを設計した。1926年に、モスクワ最高技術学校に進み、有名な航空機設計者のアンドレーツ・ツポレフの指導を受けながら1930年に卒業した。その後は、爆撃機の設計に従事しながら、航空機にジェット水力を使うことを構想し、1931年には、 ジェット水力研究グループに参加した。ジェット水力研究所長時代のコロリョフ1933年には、ソビエト連邦で最初の液体燃料ロケットの打ち上げに成功し、新設されたジェット水力研究所の所長になった。1938年7月22日、新ロケットの開発に難航する中、他の研究所メンバーと共に、ソ連内務人民委員部に逮捕された。 先に逮捕されていたバレンティングルシコの告発による冤罪である。容疑はテロ組織への関与と研究支援、怠慢による国家主源浪費であった。尋問の際には顎をひどく骨折するほどの暴行を受け自白を強要された。10年の刑を受けてシベリアのコルイマ鉱山にある強制収容所に送られた。過酷な環境の中で解決病を患い、 症状はひどく悪化したためすべての歯は抜け落ち、心臓病に苦しんだ。コロリョフは、その後、死であるツポレフの単元などにより8年へ減刑され、モスクワにある強制収容所内の特別研究所に移され、かつての同僚でシベリア流刑のきっかけとなったグルシコと共に、再び戦闘機、爆撃機開発に従事した。コロリョフの罪が免除されたのは1944年だった。 後に、コロリョフは、自分を収容所に送った元凶がグルシコの虚偽の告発と知り、グルシコもまた、常にコロリョフの影に置かれる立場が気に入らず、死ぬまで相互不信が続くことになった。ソ連首相フルシチョフは二人の不仲を非常に気にかけ、コロリョフとグルシコを、婦人同伴で自宅に招いて仲直りさせようとしたが、成功しなかったという。フルシチョフはまた、 コロリョフの人間性を表すエピソードとして以下の話を回想機に記している。コロリョフは自分が当初反対した3燃料を用いたミサイルのプロジェクトがミハイル・ヤンゲリの手動で成功し始めたのを見るとそのプロジェクトを自分に回してくれるようにとフルシチョフに直訴した。フルシチョフはそんなことをしたらヤンゲリに対する侮辱になるとコロリョフをたしなめた上で 天才にも弱点があるものだと回想機に記している。1945年に、コロリョフは初の栄誉勲章を受け、赤軍では大佐の階級を与えられた。同年、第二次世界大戦直後のドイツに飛び、ペンネミウンで研究所で作られていたドイツの V-2 ロケットの情報収集を行った。 1946年には5000人のドイツ人技術者をソ連国内に移送させたが、この技術者たちは比較的良い扱いを受け、彼らは1947年に V-2 の改良型の R-1 多弾頭型ロケットを打ち上げた。しかし、同年にコロリョフが設計した R-2 ロケットは V-2 の倍の飛行距離を記録した。 ドイツ人技術者たちは1954年から1956年にかけて東ドイツに帰国することになった。その後、グルシコの設計したエンジンが信頼性を持てずに開発が難航したが、1953年には R-5 で射程距離 1200km の中距離弾道ミサイルの開発に成功し、さらに1957年8月には、 R-7 の実験に成功し、模擬弾頭をカザフスタンのバイコルールから極東のカムチャツカ半島に到達させた。R-7 は射程が 7000km と長距離で、早速 ICBM として配備され、ソ連は太平洋を越えてアメリカ本土を直接攻撃できるようになった。なお、コロリョフは1950年4月にカリーニングラードの 第88研究所内に設置された第一設計局の主任設計者に任命され、1952年にはソ連共産党に入党して、研究開発に必要な資金が国家から援助されるようになり、1957年4月には1938年の逮捕と裁判が不当と認められて、名誉回復にこぎつけた。一方、1930年に結婚した妻、 クセニアとの間はカズメが生まれたが、強制労働中は引き離され、解放して再開した後の1948年には、離婚して若いニーナと1949年に再婚した。1957年10月4日に、R-7 ロケットにより、世界最初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げた。コロリョフは1953年のソ連。 科学アカデミーで犬の運搬を含めた人工衛星打ち上げの可能性を主張したが、軍や党の反対で実現しなかった。しかし、1957年は国際地球観測年でアメリカが世界初の人工衛星の打ち上げを計画していることを西側の新聞で知った頃両フは、アメリカ政府が巨額の費用を理由に凍結したのに対して、 ソ連がアメリカに先駆けて、世界最初の人工衛星を打ち上げることの意義を問えて、人工衛星の打ち上げにこぎつけた。そして、コロリョフの計画は完全に成功し、重量 83.6kg でシンプルなデザインの人工衛星が大気圏外に打ち上げられた。ニキータ・フルシチョフ第一初期が、ソ連の社会主義科学の成果を誇り、アメリカの科学技術の権威が失墜する。 スプートニクショックが世界を駆け巡った。続いて、ロシア革命40周年記念日直前の11月3日に、スプートニク2号が打ち上げられた。これは、重量が5 0 0ラムを超え、中にライカという犬を乗せて宇宙に運んだことがより、衝撃的だった。ただし、この時点では、コロリョフの開発チームにはこの犬を周回軌道上から地上に生還させる技術はなく、 予定の10日後よりももっと早い数時間後に犬は死亡した。続いて、有人宇宙船ボストークを開発し、1961年に世界初の有人宇宙飛行としてユーリーガガーリンを宇宙に運んだ。さらに有人月旅行を目指して、大型宇宙船ソユーズや大型ロケット N-1 の開発を進めるが、1966年、ガンの手術中に、 心臓停止し、死去。59歳没。国葬で送られ、赤の広場の壁に、ソ連の歴代要人と並んで葬られた。コロリョフを追悼した、ソ連の切手コロリョフは、その開発が高く評価され、霊人勲章も授与されたが、宇宙開発技術者の身元を明かさないという、ソ連当局の方針によって、その島で彼の名前が西側に伝わることはなかった。 アメリカのベルナー・フォン・ブラウンと共に、米ソ宇宙開発競争の中心人物であった、両者は一度たりとも対面したことはなかったばかりでは、なく、ブラウンがコロリョフの存在を知ったのは、彼の死後であった。コロリョフの死後、第一設計局の主任設計者は、長年にわたり彼の主席補佐を務めた、バシーリー・ミシンが引き継ぐこととなった。 彼の設計した R-7 はその後も仕様変更などを重ね、2008年現在でも運用され、1500回以上の打ち上げに成功している、文句なしに世界で一番安全なロケットであり、ロケット界のフォルクスワーゲンと言われている。ありがとうございます。